成果が人の3倍も出ました。Hey guys, I'm Marisa Nanase. 皆さんこんにちは。モチベーショナルスピーカーの七瀬です。年も明け、正月休み明けの仕事、やる気はあるけどだるいなーなんて人も多いのではないでしょうか。正月ボケなんて言葉もありますが、そんなこと言ってる暇ないのは頭では分かっていると思います。簡単に仕事の成果を上げることができれば、今年こそは自分史上最高の成果を出したい、昇進したい、何か結果を出したい、また仕事だけじゃなく自分の行動や勉強などでも成果を出したい方、朗報です。仕事の成果を上げるにはまず自分のパフォーマンスを上げる必要がありますよね。しかしなかなかパフォーマンス上げることができず悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は仕事の、そして自分のパフォーマンスを爆発的に上げる3つのテクニックをご紹介していきます。これらのテクニックを実践することで、あなたの仕事の成果は大きく向上するはずです。なぜかというと、私がそうだったからです。そしてこのテクニックは私が編み出したわけではありません。自己啓発本、ビジネス本、もう1000冊以上読んでいると思うんですけれども、そんな本を読んで私が実践して、また周りに仕事の成果を異様なほど上げている人たちを見てきて、共通している3つのルールがあったので、そこだけを抽出して皆さんもできるようにまとめた神回です。まあ毎回最近は神回ですけどね。ということで早速3つ見ていきましょう。まず1つ目がコンフォートゾーンを抜けるということです。仕事のパフォーマンスを上げるためには、まずコンフォートゾーンを抜ける必要があります。コンフォートゾーンって何ですか？コンフォート、心地いい、そのゾーンなんです。つまり自分が心地よく過ごせる領域のことなんですね。いつもよく行くカフェ、心地いいですよね。いつものなんて言えば出てくる行き慣れたカフェとか居酒屋、居心地いいです。何でも話せる友達、空気のように隣にいる家族、居心地いいですよね。何も考えなくてもいい、気を張らなくてもいい、この領域にいると安心感や安定感がありますが、成長は望めません。なぜか今の自分にとって心地いいからです。理想の自分がこの辺、まあ、上の方にいるとしたら、そのこの自分が心地いい場所って今の自分からしたら居心地が悪いはずなんですよ。お金が全てではないんですけど、分かりやすく言いますよ。例えば一般的な年収300から600万ぐらいの人がいつも行くスーパーやドン・キホーテ、100円均一に行くと心地よく買い物できますが、慣れないちょっとお高いブランドとか、百貨店とかに行くとちょっと緊張しませんか？また自分より年収が低い、例えば100万円とかの人たちの輪にいると、自分以上の人がいないから大きい顔ができます。でも周りが1000万円とか1億とか、そういう人たちの輪に行くとちょっと気を張りませんか？つまりコンフォートゾーンを広げていくことで結果もついてくるんですね。初めは お高い店に通うの息詰まりそうになります。自分はこの店にふさわしいのかなとか。でも仮に週に1回通いだしたら次第に慣れていきますよね。今の自分を変えるためにはコンフォートゾーンにいたら絶対何も変わりません。人は新しいものやことに挑戦するときコンフォートじゃないことが多いんです。だけどそのコンフォートゾーンを抜けることで自分の可能性を広げることができ、仕事のパフォーマンスを向上させることができるんです。私の場合は営業の世界に8年いて、いろいろ転々としてきました。そのうち居心地が良くなってきてしまうんですよね。学ぶことがない、成績も自分がトップになると、もうまさにコンフォート、手を抜いても目をつぶっても今まで通りにやっていけばいいよと。もうそうすれば目標も達成できるし困らない。そんな時に自分を成長させるのが私の生きる糧なのに、ぬるま湯に使ってちゃいけないなと思ったんです。そこでコンフォートゾーンの話は本弟子で、自分をコンフォートじゃないゾーンに持っていくために目標をいつもより20件増やしてみました。営業の世界でいう20件かなり大きいですよ。どれだけ取れる人でも1ヶ月80件、それを100件にしたんです。前代未聞で100件なんて誰も取ったことがないと。別に誰かから取れと言われたわけでもないです。でも本を読んで引き寄せの法則を試してみたかったので自分を追い込んでみました。通常1日1本の獲得ペースなんですけど、それを1時間に1本だと思い込んで、周りみんな取れてると、自分がまだ取れてないと思い込んだんですね。目をつむってても仕事はできるぐらいトークもスラスラ出てきて慣れていたんですけど、もうそういう風に思い込むと必死であの手この手でなんとか獲得できないかと集中力が爆上がりしたんです。その結果130件達成することが月にできたんですけど、コンフォートゾーンを抜けようとすると自然と集中力が爆上がりするっていうことをこの時学びました。慣れてないところに行く時、慣れていない人と話す時、皆さんはいつもより少し気を使いますよね。この気を使うことが仕事のパフォーマンスでいい集中力を作ってくれるんです。コンフォートゾーンを抜けるにはどうすればいいのか、自分の限界に挑戦することが大切です。例えばこれまでやったことのない新しいことに挑戦したり、私がやった方法のようにいつもより高い目標に設定するっていうのもいいと思います。自分が思う限界は自分が決めた限界です。それを少しだけ上げてみませんか？例えばいつもは1週間かかるところを3日でやってみようとか、
まあ、これ実際にスティーブ・ジョブズが iPhone 作るときにスタッフたちに貸したことに似ています。あとは自分史上最大の成果を出そうとか、1日1時間副業を始めるための時間を作ろうとかでもいいですよね。勉強に関しても使えます。自分は英語なんて話せないと思いますか？私なんて3年前は韓国語のハングルも読めませんでした。それを読もうともしないし、読めるようになりたいとも思いませんでした。でもある日、もしも韓国語が分かるようになったら人生面白そうだなと思って教材を買ってみたのがきっかけで、今は韓国語の資格まで持っています。別に自分は今のままでいいやなんて言わずに、コンフォートゾーンを広げることぜひやってみてください。私の友人でどんどん海外に旅行に行ったり、次々に新しい人たちと仲良くなるタイプの子がいます。私も昔はそんな感じだったんですけど、今はあまり新しい場所に行ったり人と会うのも減って、そういうことができるのがすごいなと思います。彼氏にとって自分のコンフォートゾーンはそこまで広いんだと思います。そんな風に自分のコンフォートゾーンは大きくしたりとか小さくしたりできます。気づかないうちに毎日同じことの繰り返しだと、このコンフォートゾーンがどん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 狭くなりがちなので、ぜひ新しいこと、目標を立てて自分のコンフォートゾーンっていうのを意識してみてください。限界を広げてください。面白いようにパフォーマンスの成果が上がります。自分の知能、体力を使って、そのゾーンがコンフォートになるように、人間は適応してくれます。よってその過程として集中力がものすごく上がるんですね。そして2番目のテクニックが、長時間より短期間の集中を繰り返すということです。仕事で成果を上げるためには集中力も重要です。しかし長時間集中し続けることはなかなか難しいものです。そこで長時間より短時間の集中を繰り返すようにしましょう。例えば25分集中して仕事に取り組み、その後5分休憩するというサイクルを繰り返すことで集中力を維持しやすくなります。このサイクルをポモドーロテクニックと呼びます。ポモドーロテクニックを実践することで仕事の効率をアップさせることができるんですね。これはやってみるとわかります。25分がちょうど集中力が切れる前なので、その後休憩してまた同じセットが繰り返し、いい感じで長続きできるんです。これはTOEICの勉強をしている時に実験したことがあります。なんか家だと集中できないなと思って、カフェとかカラオケとか行って4時間とか勉強してたんですけど、結果家でも30分で1セットにすることで集中力が持続したまま1日過ごすことができました。ポイントとしては休憩の時にスマホをいじりがちなんですが、これは NG です。5分休憩でスマホを見ると、そのまま TikTok とか SNS とかね、雪崩のように見て、いつの間にか30分過ぎたとかっていう風になってしまうからです。トイレに行ったりとか、ちょっとスクワットとか運動をする、または目をつぶって横になるとかでもいいです。休ませることで次の25分のセットで集中できる感覚が全然違うので、これはもう体感すると分かると思います。仕事だと休み時間はお昼休みだけっていう方も多いと思うんですが、自分なりにちょっと力抜く5分っていうのを意識してみてください。トイレに立ったり飲み物を買いに行ったり、もう伸びをしたりとかね、25分に1回くらいそういう休みを入れることで切り替えが上手にできていくはずです。そして3つ目が、ゆっくり堅実ではなく一気に爆発させるということです。仕事で成果を上げるためには一気に爆発させるっていうのが効果的です。これは時間的にっていうより気持ちとか戦略の問題なので、2と3のコツを合わせたようなものになります。ウサギとカメの話覚えていますか？あれ実は違ったんです。ウサギは一気に走って途中休んでる間にコツコツ頑張ってきたカメに抜かされたよっていう話だと思うんですけど、ウサギがゴールまで一回行って休めばいいだけっていう話なんですよね。なのであの話で本当の勝者はウサギだったという説もあります。ゆっくりやっていくとか継続は力なりとか言いますが、確かにそれも素晴らしいんですけど、勢いも大事なんですね。なんとなくなんですが、海外の本だと結構この勢いの方がね重視されてますよね。日本だとコツコツやっていくのがすごいみたいに思われがちです。果たして本当にそうなのでしょうか。例えば100時間で終わるテキスト、仮に A さんは1日10分、1時間やるには6日間かかるので、全部やりきるには600日、およそ2年かかります。逆に B さんは1日10時間やって、これは10日やれば1週間ちょっとでテキスト終わります。 B さんの方が詰め込んだので、一度でやる理解力は低いように見えますし、 A さん2年間毎日コツコツすごいねと思われるかもしれません。でも考えてみてください。 A さんはテキスト1週やり終えた時に2年前にやったところ覚えているのでしょうか。 B さんはもう一度詰め込むこともできます。もう1週やっても20日しかかからないと。仮に2年間あったら何回復習できるんでしょうか。結果的にスピード感が大事なんです。
ゆっくり堅実に積み重ねていくよりも短期間で大きな成果を出すことで周囲からの評価も高まり、モチベーションもアップします。実際に仕事に関しても同じことが言えるかなと私は思います。まあ、とある企業の SNS 関連の仕事に携わっていた時のことです。 SNS 業界って本当に流れが早いので、ブームのうちに乗らないと結果が随分と変わってしまいます。今まさにブームだったので、これはいけると思っても、そこの企業は進みが遅かったので、いつまで経ってもスタートせず、まずホームページから、まずロゴからっていうように時間がかかりすぎていました。私の周りにいる仕事ができる人たちは決まってやることが早いです。これだと思ったらすごい勢いでやっていきます。お金とか時間を投入しても勢いが本当にすごいです。仕事の勢いなんて目に見えないものなんですけど、すごいね、そこまでやったのと思える勢いでやっていくんですよ。だから失敗しても切り上げも早く、久しぶりに連絡すると、ああ、あれうまくいかなかったから今これやってるよと、別の授業をすでにやってるんですよね。もう生きているスピードが違うんです。通常以上のパフォーマンスが出るのも納得ですよね。通常の人以上の勢いで一気にやるからなんです。ではそんな風に一気に爆発させるためにはどうすればいいのか、気合だけでは何ともうまくいかないという方、いい方法があります。まず短期間の目標を立てるということが大切です。例えば1週間で1つのプロジェクトを完了するとかですね、まあ、短期間の目標を立てることでモチベーションを維持しやすくなります。皆さん学生の時にテスト前だけ異常に集中できたことなかったですか？私も TOEIC や中国語の HSK、韓国語の TOPIC、まあ、それらの資格を大人になってからも受けてきましたが、その前の集中力って異常なんですよね。単語なんて普段は単語帳でやっても1ヶ月に10個覚えれるかどうかレベルなのに、試験前はもう1ヶ月で1000個とか普通に覚えれます。まあ、それぐらいやる気とか集中力に勢いがついて爆発するんですね。これが1年後のテストじゃなくて、決まって3ヶ月後とかの試験の時の場合です。また目標達成するために必要なタスクを洗い出し、優先順位をつけることも重要です。重要なタスクから優先して取り組むことで効率よく目標を達成することができます。割とずっとこれがしたいとかって言ってやっていない人は、何しようか考えてる時間が長すぎるんですよね。まず短期間の目標を立てて、そのためには今月何すべきか、そのためには今週何すべきか、そして今日どこまでやるべきか、それが見えてくると今日1日の過ごし方も変わってきます。副業しようとずっと思ってても、いつかで終わってしまう人、仕事をなんとなくでやっている人、3ヶ月後の目標をとりあえず決めてください。今月の目標でもいいです。そして通常だと1年ぐらいかかるものを3ヶ月でやりきるぐらいの目標がいいです。そうすることでコンフォートゾーンも広げれるし、爆発的に一気にやらざるを得なくなって、パフォーマンスが後からついてきます。集中してより効率的にやるには、普通1年かかるのを3ヶ月でやるにはと、全力であなたの脳とか体がフル回転して考えてくれます。ついてきてくれます。ということで、いかがでしたでしょうか。今日ご紹介した仕事のパフォーマンスを爆発的に上げる3つのテクニック、覚えていますか？ 1. コンフォートゾーンを抜ける。 2. 長時間より短時間の集中を繰り返す。 3. ゆっくり堅実ではなく一気に爆発させる、まあ、亀ではなくウサギになるということですね。どれも簡単ですので、これらのテクニックをぜひ使ってみてください。この3つ実践してみることで、あなたの仕事がもう爆発的にパフォーマンス上がっていくかなと思います。ということで、私のチャンネルではこのように今から伝える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本やビジネス本もたくさん紹介していってますので、ぜひ今日の動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。また概要欄に私が作った2024年の手帳やユーデミの講座もありますので、よかったらそちらも見てみてください。では皆さんも仕事のパフォーマンスが爆発的に伸びていきますように。 See you!